はい、牧野です。本日は、質問にお答えしていきたいと思います。カウンセリングは未成年でも受けれます。多いのは女子高校生ぐらいですね。女子高校生で卒業を控えている方で、例えば18歳で高校卒業して社会人になる方もいらっしゃいますし、大学に進学される方もいらっしゃいます。そういった方たちが高校卒業を機にですね、目の手術とかを受けに来られる方がいらっしゃいます。そういった方は多くが二重の手術が多いですけども、プチ整形ですねを希望されて親御さんと一緒に来られる方もいらっしゃいますし、親御さんがなかなかちょっと説得ができてなくて、まずお話だけでも受けたいよという方もいらっしゃいます。一人で来られた場合は診察させていただいて、簡単な治療法とですね、治療のリスク、同意書関係、お見積もり関係をお渡しします。これをしっかり保護者の方と相談して治療をするかどうか決めてくださいねということで、大まかなお話をして一旦書いてもらいます。でその後保護者の方がちょっと疑問があるから、もう一度ちょっと同席してお話を受けたいという方もいらっしゃいますし、保護者の方がですね、あとはもうご本人の話で納得されている場合とかもありますので、そういった場合は保護者の方のサインをできていただければ大丈夫です。基本的には保護者の同意がなかなか得られないよという困っている方もいらっしゃいますけども、未成年の方は保護者の方に責任がありますので、本人がどうしてもしたいと言ってもですね、保護者の方が許可が得ないと現在の法律上はですね、違法になってしまいますので、しっかりと本人から説得してもらう、リスクについて説明してるけども、どうしても取得が難しいということであれば、僕の方からですね、LINE していただければ、僕の方から直接リスクについて説明することもできます。基本的には来ていただいてお話しすることが多いですけども、最近ではオンライン診療というものがありますので、ご本人と保護者の方が同席してオンラインで会話することもできますし、メールとかでやり取りすることもできます。未成年の方がカウンセリングを受けたい場合は、通常お電話とかメールで LINE 予約を取っていただいて、予約時にですね、未成年であることをお伝えください。お支払い方法は現金、銀行振込、クレジットカード、医療ローンになります。クレジットカードはですね、当院ではもう一括のみになります。一括の場合、それがなかなかその後難しいよという方はですね、クレジットカード会社に支払いの分割、リボ払いというのは有名ですけども、そういった設定をしていただいて、月々の返済額を一定にするという方法もありますし、あとは医療ローンですね。で、医療ローンの場合は審査が必要になりますので、手術の日が近い時に両論をしたいとなった場合は、審査が通らない場合はどうしようもないですから、できるだけ早めにですね、通るのを確認してですね、早めにですね、審査だけ受けるのをお勧めします。医療ローンの場合は身分証明書で審査ができます。身分証明書は免許証、運転免許証だったり保険証、あとパスポートがいきます。すべて原本だけになります。免許証のコピーだったりパスポートのコピーっていうのは身分証明書の代わりにはなりませんので、ご注意ください。学生でも医療用ローンは使えます。学生でもアルバイトをしていて収入がある場合は医療ローンが通りやすくなりますので、アルバイトをしているなども考慮に入れておく必要があります。